するな、まだだ。こうなってはやらねばならないことも。何のことだ。もう少しお前をいただく。影に比べ柱間、やはりお前は俺を楽しませてくれる。知っているか、今の世は俺たちの時代に比べかなり非力になっているぞ。今と昔では求められているものが違う。力が全てではない。違うな。結局物を言うのは力。相変わらずお前の考えは甘い。少し褒めてやりたい。どういうことだ。やつが江戸転生の術を作ったおかげで、こうして再び本気のお前と戦うことができる。本来ならばもう叶わなかった戦いだ。俺たちはすでに死んだ存在だ。戦闘術を使う神数戦時頂上見物。今の世をこれ以上乱すことは許さん。さすがはマダラ、この程度では終わる気がせぬ。やはりこうでないとな。お前との戦いは、しかもどちらも江戸転生、半永久的に楽しむことができる。こうして俺と戦うことがお前の狙いではないことは分かっている。お前の真の狙いは何だ。そうだな、少し昔話をしてやろう。柱間、お前は真珠というものを知っているか。真珠。まだ人がチャクラというその概念すら持たず、絶え間なく争い続けていた遥か昔、真珠はそんな争いに関わることなく、ずっと人々から真珠として崇められていた。ある日、千年に一度なるという実が真珠に宿った。その身には決して手をつけてはならないという伝承があった。争いに勝つためそれを口にした姫がいた。名は大筒木かぐや。それが最初にチャクラを持った人だった。そしてかぐやの赤子は生まれながらにしてチャクラをその身に宿していた。赤子の名は大筒木羽衣。チャクラの教えを解き、忍衆を始めた忍びの僧、陸道仙人と呼ばれた男だ。争いを止めるために禁断の身に手をつけた人が、その後どうなってしまったか説明がいるか。その身に人が手をつけた時より人は呪われ、より憎しみ合うことを決定づけられた。忍びそのものがその愚かさを象徴する存在だとは思わないか。それならばいっそ大幻術によってやり直した世界へ移り住んだ方がよくはないか。それがお前の言っていた先の夢だったのか。ああ、だがほんの少し違う。どういうことだ。全てをここで話すのは野暮というものだ。ここで言えることは一つ。それをなすのは帯と
他の何者でもない。この俺だ。なぜだ？なぜそうなってしまったのだ？お前は己の道だ。たとえ誰であろうと指図される義理はない。この際はっきり言っておいてやる。お前と未来を語り合う夢の時間はすでに終わった。今はそう、このひとときを楽しむ。